ドンキーカーフレーズは、ウエイトトレーニングの種目の一つ。ふくらはぎの被覆筋の筋肥大を促し、筋力を高めることができる。最大限にストレッチさせるためには適度な段差があることが望ましい。つま先を外側に向けて行うと、被服筋内側、内側に向けて行うと、被服筋外側への負荷が増す。片足で行うと負荷が強い。 かかとを上げたところで数秒間耐えるのも効果的である。足が床に対して垂直な姿勢で行うよう心がける。ドンキーカーフレーズドンキーカーフレーズ足を伸ばしたまま腰を曲げて両手を高いベンチなどの上に肩幅程度の間隔で乗せ段差の端に足の母子球から先を乗せる。かかとを下げ足首を十分にストレッチさせる。補助者に 腰の上に乗ってもらう。息を吐きながら、かかとを上げていく。被覆筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。補助者が乗る位置を、前の方にすると負荷が軽くなる。マシンのパッドの位置などを調節する。足を伸ばしたまま腰を曲げて、上体を固定し、段差の端に、足の母子球から先を乗せる。 かかとを下げ、足首を十分にストレッチさせる。マシンのパッドの下に腰を移動させて構える。息を吐きながら、かかとを上げていく。被覆筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。